何者だ？ここで何を嗅ぎ回った？仕事を探してる。ちょっと待て。二振りの剣、猫のような瞳、ウィッチャーだ。リビアのゲラルトだ。名前は初耳だが、仕事は見つかるぞ。確実にな。刑事を見た。あるとも。お前たちウィッチャーは追跡が得意らしいな。それが本当なら手を貸してほしいことがある。数日前、湖の先の森へと偵察部隊を派遣したが、誰も帰ってこない。部下たちを見つけ、連れ戻してくれ。報酬は十分に払う。言っとくが、刑事の額以上は払えない。帳簿内の秩序も守る必要があるからな。村人たちは、お前たちを解放軍だとは思っていないようだな。何が言いたい、ウィッチャー。少人数の部隊、隔離された場所。部下たちは農民に襲われた可能性がある。ボロ切れを着た一握りの村人ごときに帝国の偵察隊がやられたと。他には何だ？ドラゴンにも食われたか？エスプローデジョーク。なぜ部下の者たちは森へ？何か理由があったのか？何も。通常の巡回に過ぎない。いいだろう。調べてみよう。湖の先から探してくれ。彼らが渡るのを見た。頼んだぞ。ニルフガードの野営の跡だ。急いで立ち去ったようだな。ブーツの足跡だ。だが裸足のもある。妙だな。この痕跡を追って森の奥まで行くしかない。何の匂いだ。体が妙によじれてる。毒で死んだようだ。ワイバーンか。やれやれ。
遅いぞ。ゆっくり、よーし。補給将校殿。名誉と栄光あらんことを、何だ。部下の兵士たちを見つけた。つまり、彼らの死体だが、彼らはメスのワイバーンに殺された。狩り場に迷い込んだらしい。ワイバーン？今々しい。兵士たちが刺激したようだ。そうか。感謝するウィッチャー。刑事通り報酬を受け取れ。バッフェイル。